どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主健太と申します。よろしくお願いいたします。というわけで7月23日、阪神 vs DeNA 戦たった今終了いたしました。結果は、引き分け。いやー、まあなんとかかんとかって感じで引き分けまでは持ち込めましたね。うん。またもやドリス投手がセーブ失敗して、まあ、同点に追い込まれてしまうと。それ以外だとガルシア選手好投が続いてた中、いきなり今一挙5失点食らってしまったりとか、まあ、継投のタイミングがねとか、まあ、いろいろ言われるとは思いますけど、まあ、負けなかったんで、今日はいいんじゃないかなと思っております。まあ、ベテランがね帰ってきて、まあ、スタメン復帰して、本当にいい試合を見せてくれたなというふうに思っております。甲子園行きたかったな。はい、というわけでね、阪神が6対6引き分けですね。スタメンオーダーから発表していきましょう。こちらですね。こちらが阪神のスタメンオーダーと、横浜 DeNA のスタメンオーダーですね。1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番レフト福留選手、6番ファーストマルテ選手、7番ショート鳥谷選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャーガルシア選手ですね。引き分けやというところで、早速打撃陣から見ていきましょう。近本選手、6打数1安打です。セカンドゴロ、ショートゴロ、セカンドゴロ、レフトフライ、レフトへのヒット、三振ですね。うん。まあ、まずじゃないかなと。オールスター系の試合全部ヒットを打ってるっていう感じですね。ただね、やっぱりセカンドゴロ、ショートゴロ、セカンドゴロっていう、まあ最初の3打席がね、やっぱり、まあ調子悪い時というか、ずーっと打てなかった時の打撃内容とまあ同じだったんで、そこはね、ちょっと切り替えて次打ってもらいたいなというところですね。まあ別に全体的なもので言えば何ら問題ないのかなとは思っております。次回期待します。はい。糸原選手4打数2安打です。三振サードフライ、レフトへのヒット、ライトへのヒットって感じですね。マルチ安打です。素晴らしいんじゃないでしょうかと。まあ実際ね、このレフトへのヒット、3打席目のヒットで、打点につなげると。まあ糸井選手の打点につなげると。まあチャンスをつなげてくれたっていう意味で、本当に糸原選手素晴らしい活躍してくれたんじゃないかなと思っております。次回も期待します。はい。糸井選手5打数2安打1打点ですね。ライトへのヒット、ライトフライ、ライトへのツーベースヒット、セカンドゴロ、申告敬遠でのフォアボール1つと三振ですね。うん。いやー、まあやっぱりね、調子が全然いいんじゃないかなという感じです。打率も3割1分3厘とベテランの力を発揮してくれてるなという感じですね。いやー、やっぱり素晴らしい。糸井選手、あんたがいないとやってられんわーって感じですね。うん。本当にね、最近調子を上げてきて、まあ、ただ一つ、まあ、ライトへのツーベースヒットはあったんですけど、一塁線を抜けた長打って感じでね、できればというか、僕の期待的な意味にはなるんですけど、左中間、右中間を破るようなツーベースヒットとか、ホームランとかを見たいですね。まあ、これはちょっと高望みの希望っていうところではありますけど、糸井選手、本当に素晴らしいと思います。はい。大山選手、5打数1安打1打点です。三振、ファーボール、センターへのタイムリーヒット、三振、キャッチャーへのファールフライですね。うん、まあ、1打席目の三振は、想定外のボールが来たっていう感じだったんで、まあまあって感じですね。まあ、2打席目の三振も、まあ、まずって感じかなと。3打席目、ファーボールを選べていいんじゃないかなという感じで、4打席目、センターへのタイムリーヒット。ここはね、本当に、まあ、大山選手、この3打席では、まあ、3打席目フォアボールは別として、それ以外では、まあ、チャンス、得点圏というところでは回ってこなかったんで、どうなのかなというふうに思ったんですけど、まあ、最後、まあ、4打席目でチャンスで回ってきて、しっかりと、結果を出してくれたというところはあるんで、本当に素晴らしいと思います。ただね、最後の打席、6打席目か、キャッチャーへのファールフライ、これがめちゃめちゃ悲しかったね。うん、まあ、2球目を、まあ、捉えられないっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、2球でポンってアウトを取られてしまうと。まあ、ファールフライでアウトを取られてしまうっていうのは、まあ、まあ、見ててあんまり面白くないなっていう部分だけなんですけど、まあ、ちょっと悲しいなというふうには思いましたね。まあ、次回、本日ね、打点も上げてますし、次回にまた期待したいなと思っております。はい。福留選手4打数2安打です。ライトへのヒット、ファーストのエラー、ショートへの併殺打、ショートへの内野安打ですね。いやー、おかえり。うん。いや、正直ね、なんて言いますか、あんまり、ネガティブなことは言いたくないんですけど、正直ヒットを打ってくれるとは思ってなかったんですよね。まあヒットを打ってくれるというか、なんと言いますか、その、ね、まあ、4打席だったら1本ぐらいかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ2安打と、まあめっちゃ走ってくれたと、いや素晴らしい。ね、鳥谷選手がこの後ヒットを打つ時があるんですけど、その時に、ナイス走塁で、打点につなぐ、まあ、得点につなげると、本当によく走ってくれたベテラン様だな、というふうに思っております。ね、怪我で帰ってきて、早速結果を残すってところはもう相変わらず素晴らしい、打者だなと思っておりますので、明日も期待します。はい。続いては、マルテ選手ですね。5打数3安打1打点1ホームランと。いやーね、その5失点食らった後に、まあ、正直ね、もう、しんどいかなって思ったんですよ。僕自身も思ったんですけど、その後の5失点食らった後のイニングで、マルテ選手、先頭打者、1球目でセンターへバックスクリーンに飛び込むホームラン。いやー、まだまだやぞ、これからやーっていう気持ちを見せてくれてね、本当に素晴らしかったと思います。うん、ソラーテ選手が来てね、正直、まあ、ショートで使われるか、みたいなことを言われてますけど、まあ、ガルシア選手もね、まあ、今日5失点食らいましたけど、まあ、それでもなかなかいいピッチングをしてくれてるんで、そこから考えたら、まあ、マルテ選手と併用なんか、まあ、どっちが落とされるんかっていう部分もちょっと怖い部分であるんで、結果残してくれないとってところで、今日8号のソロホームランを打ってくれた。いや、素晴らしいと思います。次回も期待します。はい。続いては、鳥谷選手、4打数2安打です。一塁への併殺打、ライトへのヒット、レフトへのヒット、セカンドフライ、送りバント一つですね。いやーね、うん、めっちゃ嬉しいわ。もうこれ以外の言葉出てこうへん。マルチ安打もめちゃめちゃ嬉しいですし、その、チャンスにつなげてくれたっていうのもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、何よりスタメンで出てくれたってところがほんまに嬉しい。もうそれ以外言うことない。もう打撃内容とかもうどうでもいいっていうのは失礼ですけど、どうでもいい鳥谷選手を本当にお帰りなさい。明日も出るんやったら、本当にめちゃめちゃ期待しますので、よろしくお願いします。はい。続いて梅野選手。梅野選手が3打数1安打2打点ですね。ピッチャーゴロ、ピッチャーへのっていうか、スクイズですね。スクイズでの1打点。センターへのヒット、フォアボール押し出しでの1点、ファーストゴロって感じですね。うん。まあ、本当にバントがうまい、感じだなというふうには改めて感じましたね。スクイズも一塁線ギリギリ切れるか切れないかってところで、本当にギリギリ切れないところを、狙ったというか、転がしてくれたんでね、本当に1点を簡単に取れましたし、フォアボールの押し出しもね、先にね、2ストライクまで追い込まれてしまうんですけど、フォアボール粘って、1点を取ったって、いや、素晴らしいと思います。次回も期待します。うん。ただね、やっぱりね、ちょっとヒットが少ないかなという感じがね、ちょっとするんで、明日ぐらい、ヒットをもう1本、2本と打ってくれればなと思っております。はい。ガルシア選手2打数無安打ですね。三振とセカンドゴロです。そして上田選手、1打席無安打ですね。盗塁1つです。はい。江越選手、代走で出てきて、守備交代って感じですね。上本選手、代打で出てきて2打数無安打です。木浪選手も代走で出てきて守備交代からの1打数無安打ですね。高山選手1打数無安打です。原口選手も1打数無安打ですね。北條選手も1打数無安打って感じですね。はい、投手陣の方を見ていきましょう。本日、ガルシア選手、森谷選手、小野選手、岩崎選手、ドリス選手、ジョンソン選手、藤川選手、能見選手ですね。ガルシア選手、6回と3分の2を投げて100球、5安打2三振、3フォアボール5失点と。うん。まあ、まずまずかなって感じですかね。いや、まずまず、いや、ダメかな。うん。いきなり連打を食らったんでね、ちょっとびっくりした。うん、それぐらいかな。うん、びっくりしましたね、正直。なんでこうなって、んだっていう感じです。まあ、何より、やっぱり先頭も外選手だったと思うんですけど、フォアボールを与えてからのヒットって感じでね、やっぱりフォアボールが悪い方向に働くなっていうのはもう改めて感じたんで、できればね、本当に、フォアボールはやめていただきたいなと思ってるんですけど、まあ5安打と、まあそこから見れば、まあなかなかの成績なんじゃないかなとは思っております。失点がね、かさんでしまったのは、まあ残念でしたけど、うん。まあ次回の登板期待したいですね。はい。森谷選手3分の1を投げて12球1安打1三振無失点と、まあ、ランナー返されてはしまうんですけど、それはガルシア選手が出したランナーだったんで、自責点はゼロって感じですね。うん、まあ、久々の登板なんじゃないかな。まあ、それでも、まあ、きっちり、まあ、2人目の打者を抑えてくれたっていうところを考えたら、まあまあ、まずまずなんじゃないかなと思っております。はい。小野投手、3分の2を投げて16球、1安打、1三振、1フォアボール、無失点と。うん。まあ、抑えては、まあ、1人目抑えて、2人目を抑えてって、まあ、フォアボールが本当に嫌な形で働いてて、もう、正直ね、小野選手にピシャリと切ってほしかったんですけど、そういうわけにもいかない。ここで変えなきゃ本当にやばいっていう状況で変えられてしまうと、本当にね、ストレートでのフォアボール、本当にしんどい。やめていただきたい。それしか言えないかな、今日は。うん。次回期待します。はい、岩崎選手3分の1を投げて2球無失点ですね。まあ悪い流れの中、登板してくれたんですけど、2球でピシャリと締めてくれて、本当に良かったなと思っております。はい。ドリス投手、1回投げて19球、1安打、2三振、1フォアボール、1失点と。うん。まあ、ここですよね。最初言った通り、敬遠をしなかったのはなぜか、みたいな感じです。僕は NHKBS で見てたんですけど、まあね、小早川さんだったかな。うん、解説の方が。まあ、1塁が空いてる状況で、筒香選手と。うん。で、続く打者が、もう、ね、代打とかだったかな、代走とかだったかな、関根選手に多分変わってたと思うんですけど、そこと勝負した方がいいみたいな感じで言われてたんですけど、まあ、敬遠策を取らずに強攻策でいったら、センターを起こすツーベースヒット、タイムリーツーベースヒット、同点タイムリーツーベースヒットと打たれてね、そこはどうだったのかなと。まあ、結果論なんで、とやかく言うつもりは本来はないんですけど、あそこはね、まあ、解説の方が言われた通り、僕も敬遠だろうなって思ったら勝負に行って負けてしまったと。まあ別に甘いコースではなかったんで、惜しかったなという、紙一重だったなとは思うんですけど、最近ね、西武が失敗ばかりしてるんで、次回はそろそろね、決めていただきたいと思っております。はい。ジョンソン投手、1回投げて11球、1三振無失点と。いやー素晴らしい。うん、まあ何も言うことがない。うん、別の意味で、鳥谷選手のように感動で言うことがないんじゃなくて、あんたは本当に何も言うことがない。素晴らしかったです。はい。明日も期待します。はい。藤川選手、1回投げて17球、1三振無失点と、あんたも言うことない。本当に、毎度毎度ね、投げてくれて、まあ、昨日じゃないや、この間休ませることができて、肩が軽くなったのか、綺麗なピッチングしてくれてね、まあ、ちょっと長く粘られてしまったりはあったんですけど、まあ、それでも無失点で抑えてくれて素晴らしかったと思うんで、明日も期待します。最後、能見投手、1回投げて16球、1ファーボール、1デッドボール無失点と。うん。まあ正直ここでやられるって思いましたよね。やられると思ったけど、なんとかかんとか抑えてくれてって感じですね。鳥谷選手のところに転がって、併殺。素晴らしい。いやーね。うん。ね。まあまあいいや。能見選手もね、明日期待したいと思います。はい。というわけでね、本日ね、鳥谷選手がスタメン復帰、福留選手が2軍から1軍に上がってきて、スタメン復帰、今日のアウト1つ目はショートゴロと、鳥谷選手のところに転がってのアウト。いや、素晴らしかった。やっぱり全然、ね、僕自身は衰えてるなんてことは全く思ってなかったんですけど、まあツイッターとかね、まあいろんなコメントとかを見ると、鳥谷選手は守備範囲が狭くなった、もう衰えてしまっている、スタメンは無理だって言われてたんですよ。うん、それをね、もう全部跳ね返すかのごとく、もう横飛びで取ってくれたとか、難しいボールを処理してセカンドアウトにしてくれたとか、うん、実際今日もヒットを2本打ったとか、いや、素晴らしかったですよ。うん、だから明日もね、まあ明日は左投手だからどうなのかなっていう部分は若干あるんですけど、まあそれでもね、明日スタメンであることを期待したい。僕としては、うん、本当にね、夢乗せて羽ばたいていってくれるんですよ。まあ実際それで得点にも繋がったんで、明日も期待したいなというふうに思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。